鎌田大地さん、名門バイエルンミュンヘン移籍か。世界屈指の名門バイエルンミュンヘンが日本代表 MF 鎌田大地を取りに参戦していることが2日分かった。複数の欧州サッカー関係者によると、今夏の獲得へ向けて本格調査を進めているという。すでにバルセロナやトッテナムなども動いており、欧州ビッグクラブによる争奪戦がさらに加熱しそうだ。ドルトムントやイタリアのビッグ3くらいがちょうど良い感じなのよな。バイエルンだとさすがにレギュラー取れるか不明だしな。言うまでもないがフリーだからこそだよな。二度とないチャンスだぞ。バイエルンへ行った場合の鎌田のライバルキミッチ、ゴレツカ、サネ、ミュラー、ムシアラ、コマン、ニャグリ出れるわけない。サネコマンニャグリ入れる時点であんま分かってなさそう。フリーだから取っとくかみたいなノリのビッグクラブより夏からオファーくれてたベンフィカの方が大事にしてくれるぞ。それならフランクフルトでいいんだよな。移籍金払ってまで取ろうとしたのがベンフィカだけらしいからな。マンユーも冬にフランクフルトと交渉したぞ。転売考えたら3年以内に売らないといけない物件。キングカマダしっとりだこじゃん。ミュラーなら勝てるがムシアラはさすがに無理。必然的にボランチでポジション争いすることになる。使いにくい選手だよな。適正ポジションがない。フリーだし理想的なバックアッパーって感じか。